はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、ゴーストブックのネタバレありというところでですね、お話しさせていただきたいと思います。途中でですね、学校の階段のですね、お話のネタバレありのところも含まれますので、ちょっとそちらもですね、ご注意してください。はい、ですね、このゴーストブックですね、かなり興行収入的にこけてるんじゃないかなというところがございますね。はい。このネタバレありの需要があるのかどうなのかというところがあるわけなんですけども、まあですね、僕がこのですね、ゴーストブックですね、非常に好きな作品で、もうちょっとですね、いろんな人に見てもらえてもいいんじゃないかなというふうに思っているんですよね。はい。まあそんなところをですね、今回編集はそこまでせずにですね、皆様にお話ししていきたいと思います。お話の内容といたしましては、やっぱりメインというところでは、サムネとかにも書いてあった通りで、学校の階段と紐づくところと、あとはラストシーンの考察というところでですね、お話ししていきたいと思います。ではですね、早速お話ししていきましょうか。まずですね、お話といたしましては、学校の階段とですね、通ずるところがあるというところでございますね。ここはですね、今回のラストシーンでございますね。はい、ラストシーンなんですけども、みなとちゃんがですね、無事にですね、蘇ることができましたというかですね、過去に遡ってみなとちゃんが事故に遭うところを阻止することができましたというお話で描かれておりました。はい。で、皆様、学校の階段見たことございますかね？おそらくですね、これのですね、ゴーストブックが公開された金曜日の1時40分にですね、学校の階段ですね、あったので、見ている方いらっしゃいますかね？はい。結構ですね、学校の階段とゴーストブック似てるんですかっていうですね、ご質問はないんですけども、おそらく思う方は非常に多いと思うんですよね。で、僕ここはですね、ネタバレなしの方でもお話ししていたんですけども、全くと言っていいほど別物に近いです。まあ、言ってしまえば、子供たちがですね、こう、いろいろ奮闘していくジュブナイル映画というところでは、まあ、似ているところなのかなと思うんですけども、作品の色的に、まあ学校の階段はですね、ホラー要素が強いんですけども、どちらかというとゴーストブック、今見ている方はですね、ご存知だと思うんですけど、非常にファンタジー要素が多かった作品になっております。ただこの作品なんですけども、ラストの結末っていうのがですね、非常に学校の階段と似ているんですよ。ちょっとそこをですね、皆様にお話ししていきたいと思います。まずですね、学校の階段のお話っていうのは何なのかというと、このですね、まあ、主人公 4,5,6 人ぐらいが旧校舎に行って異世界に入ってしまうと、その異世界では、口裂け女とかですね、いろんなですね、人体模型とか動くですね、人体模型とか、いろんなアイアコンや出てきて、ベートーベンとかが出てきて奮闘するというお話で、じゃあどういう風にやれば現実世界に戻ることができるのかというお話なんですよ。で、この中のお話のキャラクターの中にですね、一人ですね、小学校6年生の香織ちゃんっていう女の子が出てくるんですよね。皆様覚えてますか？学校の階段。ね、出ているんですよ。出ているんですね。はい。で、この香織ちゃんの結末っていうのは何なのかというと、実はこの香織ちゃんというのは、現実世界では意識不明の重体の病気になっていると。そして、ストーリーの最後の最後の方で、実はついさっき亡くなってしまいましたよっていうお話が描かれているんですよ。まあ、簡単に言ってしまうと、バッドエンドなんですよね。で、この香織ちゃんはですね、異世界のところで、私はそっちの方に行けないから、このままここにいる、みたいな感じでですね、終わってしまうというところになっているんですけども、これ見ていてですね、これを聞いていて、もうお察しのいい方であれば、あー、なるほどね、と、ちょっと思ってくれるかなと思います。はい。今回のですね、みなとちゃんでございますよ。みなとちゃんはですね、どちらかというと、同じ、まあ、異世界の中にですね、閉じ込められているというかですね、もともといた人間なんですよね。それをゴーストブックではハッピーエンドとして助けることができましたよっていうお話になっているんですよ。これね、異世界つながりで、しかもお互いのですね、キャラクターが意識不明の重体だったっていうところでは、非常にですね、精通している部分があると思うんですよね。なので、まあ、このお話をですね、山崎監督がですね、まあ、この作成の時にですね、学校の階段を見ていて、それに感銘を受けて、この結末にしたっていうのがあれば、非常に面白いお話になっているんじゃないかなと思っております。はい。まあ、そこでですね、僕これね、このゴーストブック見ていて、非常にですね、思っていたところがありまして、で、そこが何なのかというと、みなとちゃんはもともと僕は死んでいた設定だと思うんですよね。
うん、これ僕はねもう見ている途中からもうずっと思ってたんですよ。もともと死んでいた設定だったんだろうなというふうに思っておりまして、で後半の方でそれがですね確定に変わったわけなんですよ。ちょっとそこもですね無駄話的な感じでお話聞いていただければなと思います。まああの考察と妄想みたいな感じで、うーんそんなお話もあるのねみたいな感じで聞いていただければなと思いますね。はい。でなんでそう思ったのかというとですね、この作品ですね、後半の方になっていくと、このミナトちゃんを助けるためにジズリがですね、まあ、ある代償を払わなきゃいけないですよっていうお話があるじゃないですか。それが何かというと、ここでの異世界の記憶が一切なくなっちゃいますよってお話なんですよ。これ代償軽すぎないかって僕思ってたんですよね。生死をさまよっている人を助けるための代償がここでの記憶を一切なくすって、これ非常に甘いなぁと思ったんですよ。でプラスアルファでこの話のストーリー構成的にはこの子供たちがやっぱりジュムナイル映画なんで一つ大人になんなきゃいけないっていうところがあると思うんですよ。で今回のお話なんですけども、最後の方にですねこの主人公たちがですねとあるセリフを言うわけなんですよね。それが何かというと、いろんなものをなくして大人になっていくんだよみたいなことを言うわけなんですよ。であれば成長要素プラスアルファなくしたものっていうんであれば、僕は今回ですねミナトちゃんが亡くなっている、そんな大切なものを結局助けることができない、ただその現実を受け止めなきゃいけないんだよ、それも一歩の大人への道なりなんだよっていうところがですね、この作品のメッセージ性としては腑に落ちるところなのかなと思ってるんですよね。それでこそ作品の構成といたしましては、このですねミナトちゃんが実は亡くなっていて主人公が蘇らしたいと、そしてミズリがですね言うわけなんですよ。時間を戻すことはできるけど死者を戻すことはできないよと。そして主人公はですね、どんだけ頑張って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 ここまで行ったにもかかわらず実らなかった願い、結局バッドエンドでは終わってしまうんですけども、それはジュブナイル映画、子供がですね大人になっていく、いろんなものをなくして大人になっていくというメッセージ性というところで込められているっていうのが、僕の中ではですねちょっと腑に落ちたというところでちょっと皆様に共有させていただきました。もちろんですねこのお話にはいろいろ異論があるとは思います。ただ僕はですねなんかこういったところをですねいろいろこう頭の中でですね考察と妄想みたいなのをこうわーっとしていて、あじゃあもしかすると山崎監督もともとこれで作ってたけど学校の階段を見てちょっと変えたのかなみたいな風に思ってしまったところがあったりしてですね、非常にですね考え深い、考えさせられる作品になっていたのかなっていうところです。まあここのねタイムトラベルっていうところって非常に難しいんですよね。やはり時間を歪ませてなくした、ものをですね蘇らせるっていうのはまあある意味の冒涜だと思うんですよ。まあそれがですね作品として映画としては非常に面白いところになっているんですけども、そこの代償があまりにもちょっと今回薄かったなっていうところが僕の中では引っかかったなっていうところでございました。はい。まあそんなところでございまして、続いてお話ししていくのがですね、まあラストの結末でございますよね。ラスト皆様エンドロール5まで見ました？ねえちゃんと見ました？席帰っちゃった人いませんかね。はい、あれ実はですねエンディングの後にですね続きがあるわけなんですけども、まあですねこのですね古本屋のですねまあオーナーであるですね神木隆之介くんとですね図鑑坊がですねお話をしているわけなんですけども、まあこのお話の流れといたしましては、彼らに試練を与えていたのはこの神木隆之介くんだったんだよってお話だったんですよ。そして新しいですねまあ願い事がある人たちのもとへまたですね旅を続けるっていうところであったんですけども、これねなんか僕見ていて思うのが、その神木隆之介くんのキャラクターにもある程度のそのね目標というか何かあると思うんですよ。そんなねボランティア活動みたいな風にねそんないい人たちのところに放浪していくっていうわけではなくて、多分彼なりのですねなんか目的みたいのがあると思うんですよね。まあそういったところではパート2とかですねパート2-3につながれば面白いかもしれませんよね。おそらくガッキーとかのところにまた戻ってくる、ガッキーとかですねこのワンパク3人組そしてプラスアルファね女の子の元に戻ってくるってことはないと思うんですけども、まあ制作側としてはですねこちらの続きを新しく作っていこう作っていこう作っていこうっていうですねメッセージ性が込められていたんじゃないかなと思います。ただねおそらくこの興行収入を見ているとパート2パート3はですねなかったんじゃないかなと、ないんじゃないかなと思っておりますね。なんだろうね、
僕結構この作品好きなんですけどね。まあ好きだからこう人気になるっていうわけじゃないっていうのはこの映画レビューをしていてですね、まあ重々承知なわけなんですけども、まあね、周りのね作品が強いよね。トップガンとかですね、あとはキングダムとか、それでこそ来週公開されますジュラシックワールドとかですね、まあ結構まあ夏のですね目白押しの作品というのがですね、いろいろあるわけなんですよ。で、あと思うのがですね、もうそろそろ学校の怪談やってもいいんじゃないかって思っちゃうんですよね。学校の怪談結構良くないですか？僕、今パート1、パート2、パート3、パート4、まあ全部ですね、見させていただいてるんですけども、もうそろそろですね、学校の怪談再開してもいいんじゃないかなというふうに思っているんですよ。それでこそ、まあ昔ながらのですね、ああいったですね、ものはありますけども、CG とかを入れたらですね、非常になんか面白そうな作品になるかなというふうには思うんですけど、でもやっぱ今、あれなのかな、お化けとかってそんなみんな若い子供たちは怖がらないのかな、スマホとかでもう復旧しちゃって、そういったのに免疫をついちゃってるからの結果なのかなとは思うんですよね。でも今回のこのゴーストブックお化け図鑑というのはですね、非常にですね、こう久しぶりさんのジュブナイル映画というところでございまして、僕も楽しめた作品でございました。ぜひですね皆様、コメントじゃんじゃんください。もう見てる人いないよね、ごめんね。ね。ごめんねっていう、謝るのはあれかもしれませんけども、はい。ぜひですね、皆様のコメントをお待ちしておりますので、どしどし応募ください。応募じゃないよね。では皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。